V チャンネル茨城サテライトスタジオ505。こんばんは。7月12日、今日は V チャンネル茨城15回目の放送になります。キャスターの羊美香です。福地浩一です。 V チャンネル茨城は茨城県土浦市のホール505にあるここサテライトスタジオより、茨城県各地で行われるイベント情報、さまざまなスポーツ大会の様子やチーム紹介、さらに地元産業企業の紹介など、魅力ある茨城の情報をインターネットによるライブ放送、動画配信で日本全国全世界にお届けしていく番組です。はい、全世界ということですね。はい、4月23日の第1回目の放送から本日7月12日の第15回目の放送ということで、毎週水曜日のこの時間に皆様にお会いしております。はい、今日の V チャンネル茨城も V アカデミーバレーボールクラブ代表コーチを務めます私菊池がスポーツを中心に茨城の旬な話題をお届けしていきます。はい、そしてコミュニケーションコーチングのインストラクター、アナウンサー、司会などをさせていただいております羊美香が、旬な茨城のこと、もの、人をご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。さあ、それで、はい、なんかね、さっき、はい、ライ様の、あ、ライ様、それはもしかして茨城弁で、そうなんですよ、雷がものすごかったんですよね、はい、そうなんですね。菊池さんだって茨城でしょ。初めて聞きました。嘘でしょ。ライ様、雷は雷え、言うんじゃないですか。違います、違います、違いますよ。はい、なってたので、はい、ライ様っていう風に、仙台は普通に雷って言って、茨城でライ様っていうのは私初めて聞きました。あら、じゃあ県南とね、はい、県北とちょっと違うかもしれないんですけれども、はい、ぜひですね、はい、皆様のところでは雷のことをなんて言うのか、言ってるよって、はい、ぜひメールやファックスやツイッターなどで、もうそんなことでもいいですよね。ですから、はい、お知らせいただきたいと思います。はい、V チャンネル茨城のメールアドレス、ファックス、そしてツイッターなどをご紹介いたしますね。今まさにここに出ていますけれども、メールアドレスは vchan.ibaraki@gmail.com、 vchan@ibaraki@gmail.com、 そしてファックスは 029-875-7255、 029-875-7255 でお待ちしております。そしてツイッターのハッシュタグはシャープ V ちゃん、半角シャープにカタカナで V ちゃんと入れてつぶやいていただきますと、まさにここ、はい、オンタイムですね、はい、菊池さんの手元にずっと上がってきますので、生放送中に皆さんからのメッセージをお読みすることができますので、ご利用ください。知ってます。雷って言うんだよとかね、はい、ライ様だ、ライ様、ライ様だ、ライ様だって言ってね、ライ様だ、はい、でもまさにね、その九州地方はこのライ様どころの話ではなくて、そうですね、はい、大変な、大変なことになっております。亡くなった方が27名に上るということで、大変な災害になっております。はい、今日でちょうど1週間なんですけども、収まる気配、まだ行方不明が1300以上なんです。すごいですね。はい、自衛隊の方々もたくさん入られて、行方不明の方々探してこられると思いますのでね、はい、親戚の方やお友達、そしてご家族などが九州地方にいらっしゃる方、大変ご心配だと思いますけれども、私たちもご冥福をお祈りしますとともにですね、まさに自分たちがこの雷様が、雷がですね、はい、なった時にどんな風にしたらいいのかとか、やっぱり防災というものを気をつけるね。そうですね、まず危険を感じたらすぐに避難していただきたいですね。はい、命を守ることを最優先にですね、はい、ちょっとシミュレーションをしていただきたいなと思います。でも茨城県でもやはり2年前はい、はい、水害がございまして、あれもやはり豪雨ですね。そうですね、関東東北で、はい、局地的な大雨ですね。はいはい、九州地方に限らずですね、茨城県でも、それからどんなところででもこの災害が起こりうる可能性があるわけなので、はい、ぜひこういう雷だったり、あと強い雨が降ったりなどした時は、ご自身のご自宅の周りで避難する場所はどうなのかとか、出かけた先で避難する場所はどうしたらいいのかとか、あとご家族でですね、はい、お話をしていただきながら、ね、避難した場所、連絡の取り方などを一度お話になってみるということも大変大
事な、そうですね、まさに趣味でしょうが、はい、大事ですよね、はいはい、もし離れ離れの時に避難した時もですね、連絡手段はこういうふうにしておこうねとか、そういう形でいざとなったら混乱が生じると思うので、はい、そうですね、今の時間ね、準備は、ね、はい、はい、準備というか心がけていただいて、うん、はい、やはり命を一番最優先に守っていただく行動を心がけていただけたらと思います。九州の方々、どうぞ避難生活もですね、1週間以上になってきてまいりますので、体調管理などを気をつけてお過ごしください。さあ、それではですね、はい、先週は前回、はい、先週の放送で、後ろに出てますが、はい、まず1組目に天国屋、はい、塚原さん、すごい緊張しちゃって緊張しましたね、汗だらだらだってましたけどね、はい、でもお店ではそんなことなかったですよね。そう、はい、美味しい唐揚げを、そうなんです、今初めての、初めての食レポ美味しそうでしたよ、もう満足しちゃってますいや、その後ね、はい、唐揚げ食べたい症候群になっちゃったじゃないですか。そうなんです、実はこのね、はい、あのスタジオでいつもお昼も食べてる、唐揚げをね、はい、プロデューサーのママが手作りの唐揚げをね、ペロッとそうですね、ペロリと食べる、ちょっとエンジンかかっちゃった、はい、唐揚げが、ね、はい、もう唐揚げ、愛しくなっちゃった、本当美味しかったです。で、天国屋さんにまたね、行ってもいいですよね、今度はだって、うん、あのビールマイスターの美味しいビールも、そうですね、はい、ビールも本当に美味しいビール、入れ方うまいっていうだけであんなに味が違うくなる、裏側を落として飲んでみたいですね、はい、今度車で来ないで、ごめんなさい、天国屋さん行きたい、また行きたいですね、はい、はい、そしてお二組目のゲストさんは、はい、はい、ちょっといっぱいね、チューラチェイシリアの方々、はい、なんと6名ひな壇になってました、ね、そうです、はい、あのスタジオも第2スタジオ、はい、第2スタジオでね、6人、私たち言って8名、はい、入るもんですね、入るもんですね、はい、このサテライトスタジオ505、うん、なんとでも自在変幻になりますので、はい、皆さんで遊びに来ていただきたいと思います。この第1スタジオからね、角度が違うだけだなんていうのは口が裂けても申し上げられませんけれども、はい、スタジオ準備するのに私も大変でしたよね、必死に、はい、違う意味で高いところね、高いところの作業は私がやりました、ね、菊池さん、あのスポットライト全部手届けますからね、はしごいらないの、そういう形で準備万端で皆さんもお迎えしました。それで JCI の皆さんはどんなものを告知にいらしたかというと、はい、バズる仕掛け、面白そうな、はい、はい、公演会ですか、はい、7月25日、過去の湯の2階、霞ヶ浦 の、 あの国民宿舎水郷の跡地にあります、はい、過去の湯の2階の会議室で開催されますバズる仕掛け、放送作家の金岡さんが、さん、はい、講師に招かれてですね、そのバズるという造語なんですけども、口がね、うわーと広がると、すごいですね、いろいろと番組とか商品とか教えていただきましたけども、ね、まずそれは仕掛け慣れてた、慣れてたね、もうほとんどだって菊池さんが見てた番組、はい、はい、もう大好き、私もテレビっ子だったバレエとテレビ、そうですねバレエかテレビ、バレエかテレビですか、あ、それか唐揚げ食べてる、唐揚げ食べてるそういう感じで過ごした子供時代はい、はい、興味ありますよね、ねえ、はい、本当ですよね。で、そのバズる仕掛けということで、JCI の皆さん頑張っておられて、はい、いつもは東京だと1万円以上の講習だそうなんですが、そうですね、はい、今回は1000円で受けちゃう、はい、ぜひですね、申し込み、事前にお申し込みが必要だとのことでしたので、はい、土浦青年会議所ということで、ホームページから、はいはい、お申し込みまたはお問い合わせ先を、ご覧いただきたいと思います。そして参加した方はキャッチコピーを先生に、うん、そうなんですよ、見ていただいて、なんかたまたま今回はそのワークショップの中でキャッチコピーを自分で考えたのを、はい、講師の先生に無料特典付きで検索1000円の中に含まれている、中にですね、ちょっと贅沢ですね、まあ、私もちょっと行きたいなと思って、ちょっと申し込みしようかなと思ってますので、うん、ぜひ皆さん会場にお会いしましょう。そしてもう一つ、はい、あのご JCI のお知らせがありました、ね、はい、8月の、末の土曜日、日曜日、
サマースクールということで、海外の学生の皆さんと、そして日本の地元の高校生大学生とのふれあいサマースクールを開催するということです。で、座禅ありましたね、座禅も、座禅とか、あとみんなでこうご飯作って食べるとか、一泊なんですけどね、楽しいもの、良しものを企画しているということなので、私座禅行きたい。ですか、やったことある？あります、私、あるんです。だってどこでやったんですか？福井県で、まあ、遠征に行った時ですね。じゃあバレーボール選手の時代に、バレーボール選手の時代にペシペシ、そうなんですよ。やられた、やられたって言ったら、やられた、やっていただいた、まあ、私の中ではじっとしてたつもりだったんですけど、なんかサービスペシペシ、サービスペシペシ。痛かったですか？いや、痛みはそんなになかったんですけども、でもこう、なんかこう気が、やっぱり気持ちが浄化されるというか、引き締まりますね、はい、私もちょっとペシペシやってほしいな、気の流れを、ね、はい、皆さんもぜひ、ね、その高校生、大学生の皆さんがピシッてやってもらうと、うん、サマースクールになるんだろう。そうですね、はい、文化交流という、はい、はい、いい経験になるんじゃないかなと思います。そちらでも JCI のホームページの方から皆さんお問い合わせ、はい、申し込みということをやってらっしゃるということですので、ぜひ皆さんはい、はい、クマさんに出てきましたね。はい、はい、ヤマピーが出てた。反応早いですね。反応早い、さすが、はい、素敵です。これね、見ていただきたいと思います、はい、もう一回ね。そうですね、はい、これから番組スポンサーになっていただきたいと思います。はい、CM ね、こんなことがさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。さて、それではですね、はい、こちらの V チャンネル茨城、地元土浦、そして県南の話題を皆様にお届けしようということでですね、リレーフォーエナジーと題しまして、その土浦を元気にするエネルギーをね、持っている方々につないでいただきまして、ゲストとしてお招きをしております。それでは早速一組目を紹介させていただきます。はい、まず一組目の、ゲストは小野酒店の小野秀明さんです。自己紹介お願いいたします。はい、モール505で栄えしてます小野酒店の小野公明と申します。はい、よろしくお願いします。そう、場所はどこっていうふうに説明したらいいですかね。場所難しいですね。土浦駅側からまっすぐ行っていただいて、大きな駐車場があるんですね。りそな銀行があったところから入っていただいて、大きい駐車場の1個目の信号を左ですね。左ですね、はい、結構わかりますね。わかります、ありがとうございます。だって屋外ステージ、そうそうそう、屋外ステージのすぐそばですからね。あ、そうですね、はい、はい、はい、もう上りとかいっぱいありましたからね、はい、このモール505のお店は、はい、いつぐらいからもうされてるんですか？もう13年ぐらい前ですね。はい、そんなになるんですか、ね、はい、結構経っちゃいましたね。確かに、あっという間に。そうですね、このモール505のお店っていうのはどんな品揃えをされてるんですか？うちは本当に倉本さんと直接商売させていただいたのを、お客さんに飲んでいただいて、うちの13年前の創業当時から。そうですね、そうですね、はい、どうですか、はい、面白そうですけども。そして実はまた取材の方、はい、はい、行ってまいりましたので、そのお店の模様をですね、どうぞご覧ください、はい。ありがとうございます。あんまり酒屋っぽくしたくなかったので、はい、入りやすいようにっていう、はい、ダッサイとかもあるんですね。ダッサイっていうのはどちらのお酒？もう山口県、はい、山口県からも、はい、安倍首相がね、会食の時にお使いになるっていうことで有名ですよね。あ、そうなんですか。はい、オバマ大統領にも飲ませたんです、はい、大観っていうのは茨城のお酒ですし、これだけ日本酒揃ってるっていうのはすごいです。あ、ありがとうございます、ね、しかし小野さんもやはりお酒が大好きだから。そうですね、お酒は好きですね。やっぱり飲みますね。あ、よかったです。私もお酒大好きです。大好きなんですね。大好きなんですね。私、からきし弱いんです。こう見えて飲みそうなんです、ね、飲みそうでしょ。強そうでしょ。見かけ直しと呼んでください。本当にもう全然飲めない。近いワインありますね。ワインも、これワインね。ワインですね、はい、すごい。だからもう所狭しと並んでますけど。そうそう、あ、これ日本
マッチョじゃないですか。はい、今よりうるさくなります。じゃあやめときましょう。じゃあやめときましょう。ウイスキーとかほら、発酵もこんなにいろいろとなんかありますよね、種類が。そうですね。すごいですよね。はい、これなんか直筆のやつもですよね。これ、君明さんたちが書くんですか。あ、そうですね。なんかコメントも載せる感じで。なんだ、コメント、はい、すごいですね。君明さんと社長が出ちゃってますね。打ち合わせする時間があんまないんで。コンセプトっていうのはうまいっていうことがまあコンセプトなものですから、まああまりメーカーとか銘柄にとらわれないで美味しいものをお客さんに提供しようっていう、そこがまあ一番大事にしてます。実際に皆さんにどんなお声をいただいてますか。まあ女性の方でしたら、どういった食べ物をお飲みになりますかとかね、飲み物と食べ物の相性みたいなことでやっぱり大事にしてお客さんにお酒を勧めるというふうにしてます。これからこちらのお店はどういうふうにしていきたいですか。今いろいろね、発泡酒とかね、第三のピンクとかっていうのことで、ね、安さっていうところに傾いていると思うんですよ。でも私らはまあこの安さはもちろんなんですけども、プラス本物っていうものをお客さんに紹介していきたいなと考えてます。まあ私たちがね、ここで店を開いたっていう意味というのは、ね、やっぱり美味しいものをお客さんに提供したい。それとあとここはコミュニケーションのね、場所とか中心に、なればいいなっていうことで目指していきたい。ただお酒売るっていうことじゃなくてね、そういうこの地域とのコミュニケーションっていうのを大事に、まあ、商売の方も伸ばしていきたいと考えています。ありがとうございました。どうもありがとうございました。まあ、もう毎日合ってるんでね。お客様とのコミュニケーションを取るためのお店ということで位置づけているというね、かっこいいインタビューをいただきました。そうですね。はい、ありがとうございました。そう、それでですね、その実際にお店をここモール505でずっと店舗を構えていらっしゃるということでですね、やはりモールの店舗だからこそこんなふうなところ頑張ってるよなんていう、現在どんなふうなことに取り組まれてますか。うちはですね、お客さんに飲んでもらいたいのが一番なんですね、はい、なんでイベントとか平屋祭りとか霞ヶ浜とか、はい、そういうイベントごとで深海を立てて深海いいですね、ぜひ、はい、なかなか飲めないのをこう3個とか飲み比べさせていただけるんですよね。ああ、そうです、はい、うちの方はお酒の種類があるので好きなお酒を探してくださいっていうコンセプトですね。すごい、はい、やっぱそれ飲んでみて選ぶっていうのがいいですね。いいですね。もしかしたら霞ヶ浦マラソンのビールとビール、ビール飲みました、飲みました、はい、ビールと笑顔がこぼれてますね。ビールと、まずはビール、まずはビール、いやそこからね、飲みニケーション ね、これからまあいろいろと幅を広げたいなと思うので、普段なんかもうシュワシュワした日本酒もあるんで。あ、本当ですか。スパークリングとか、スパークリングああいうのもあるんで、あれとか多分いけると思います。本当ですか。ありがとうございます。私も飲みすぎなければ大丈夫。皆さんも飲みすぎなければ大丈夫ですからね。そうですね。飲み方は、はい、そうですね。
ね、お食事と一緒にですね、美味しく楽しくコミュニケーションするためのね、お酒、そうですね、イベントとかでも出店されてるってことですね、その、はい、店舗からちょっと飛び出して、あ、そうですね、はい、ね、素晴らしい、うちの奥さんの社長もちょっとコミュニケーションとかね、うん、ああいうのが大事なんで、うんうん、はい、そのまあ、イベントとかもちょっと努力をされて、はい、手掛けされてるっていうことなんですけれどもね、なんでまたそのモールにお店を構えようと思ったんですか？これはうちの社長もなんですけども、うんうん、うちの店舗というかお酒を知ってもらいたいって、ね、はい、で、あのお酒を、まあ、飲んでもらって お客さんがいいねとか、うん、美味しいねって言ってもらうのが一番いい。じゃあそのイベントに出るのも、はい、やっぱお店を構えるのも同じ、はい、同じですね、なるほど、はい、でそのモールだからこそということで、はい、お店の経営だったりということを、まあ、考えてらっしゃると思いますけども、はい、すごくやっぱり難しいじゃないですかね、経営もそうですけど、お店の運営をすごく特徴づけ、オリジナリティを出すっていうことですね、どんな風にそこら辺に土浦の駅は。でも経営に関して言うと、うん、じゃあもうコンセプトがもう固まっちゃってるんで、うんうん、そういうのをあんまりその意識はしたことはないんですね。だから自然とやってたらこんなお店になっちゃったなっていう、うんうん、コミュニケーションっていうことですね。そうですね、あ、なるほど、はい、なるほど、そこなんかブルゾンとかなっちゃうと、うんうん、ちょっとその目先の利益とかになっちゃうと厳しいですね。やっぱさっき社長が言ってたことがもうこう全部を網羅してる。そうですね、もうあれしかないですね、はい、だからこそそのお料理なんだ、あ、そうですね、お酒とか、はい、女性男性飲める人飲めない人に嗜好に合わせてコンシェルジュしてくださ、はい、ああそうです、はい、うちはもうその通りですね、結構体調とか気分とかね、体調変わっちゃう、変わっちゃう、体調悪い時に、はい、飲みすぎちゃダメなの。いやまさかそんなね、最初悪い時は飲んでないんですけども、ほどほどがほどほど、その痛みを忘れるためにお酒飲んだりしないですね。してないね。いろんな状況に応じて、やはりこう、あるんですよ。そうですね、例えば和食なのかフレンチなのか全然違いますし、飲むとね、それで味も変わってしまうんですね。例えばそのイタリアンのピザに合うような日本酒みたいなところも大丈夫なんですか？大丈夫、それはいいですよ ね、 ね、あのいろんな方法があります。さっきのシュワシュワの日本酒もそうありますね、はい、ありますし、詳しくなったら、うん、デートとかで食べるんじゃないですか？楽しみ、いいですね。あ、じゃあちょっと何で私が楽しみにするのか分かんないけど、実はこの料理にはこの酒が日本酒があったぜぜーってね、ちょっと口説いたりなんかしてね、星空を見ながらワインをね飲む、なんて絵が見えましたね、絵が見えましたね、もうあのちょっとプレイボーイ的な、プレイボーイ自体が死後になってますけど、プレイボーイ的な菊池、プレイボーイ菊池に、かっこいいじゃないですか、酒って文化ですよね。そうそう、文化ですね。文化ですね。その文化をやっぱりコミュニケーションに使っていて、皆さんにね、はい、コミュニケーションを場にしようっていうことをおっしゃってました。そうですね。ね、おっしゃってましたけども、はい、そういうところで。でも、小野酒ってそんなにでっかくないんですよ。ね、そんな大きくないですか？まだ私は入ったことない。菊池さんが入ったらいっぱい来ると思う。私何人分とか。菊池さん3人分じゃないですか？私そんなちょっとごめん、素で笑っちゃった。でも高いところまで、ね、置いてあるの で、 ね、すぐに取れると思う。はい、すぐに確かに、あのもうあそこちっちゃな店舗に600種類あるんで、そんなに、そうなんですよ、なんでちょうどいいですね、レターこう取ってもう端から飲んでったらいいんだよね、菊池さん。端からすごいですね。はい、お酒とかね、はい、女子受けするお酒とかも、ね、はい、はい、ぜひ、ぜひと思います、ね、はい、やっぱり聞きながら、そのさっきね、君明さんが自分の好みのお酒を見つけてほしいっておっしゃったじゃないですか、はいはい、そういう楽しみ方っていうのが、このね、10坪ほどの店舗の中にギュッてこう詰まってる感じですよね。あ、そうですね、あ、なんかワク
クワクしますね。お酒は季節もね、あるんで。そうか、まあ、で夏には夏の酒もありますし、こうやって日本酒で、そうそうそう、あ、秋の冷やおろしがよく来てます。あ、もう冬は新酒が入ってとか、はい、季節感もありますので。ちょっとだけ味見しよう。日本酒っていうイメージがちょっと北の方、はい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 、結構全国ですか。そうですね、今はもう小倉さんの個性の時代なんで、例えばもう福岡から出て大分から、九州は焼酎でっていうイメージがあったんですね。はい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 、そうですね、まあ、ね、さっきの脱サンの山口ですしね、はい、そうですね、はい、いろいろとこう掘り下げていくと面白いです。面白いです、もう地域から出てきます。あ、なるほど、はい、茨城県もだってその、はい、川の水量水系で5種類あるんですよね。うんちくだけはね、ご存知ですね。よく知ってるんですよ、飲めないからね。うちと大河の中南水の中南水、山のごめんなさい、ふもとから流れてますね、はい、中川系とか、ね、利根川水系とか全然違うんですよね、はいはい、あ、楽しいですよ、茨城県のお酒飲むだけでも面白いですよ ね、 すね、はい、ぜひ日本酒通に日本酒をちょっと覚えたい、ありがとうございます、はい、むすで土浦を元気にしたいということで取り組んでらっしゃることっていうのは、はい、特別こんなことってありますか。元気にしたいっていうのはやっぱりうちらとしては社長とのコミュニケーションですね。あ、やっぱり、はい、もうコンセプトここ、ここですね、もう肝っていうところが、はい、土浦だろうが、はい、一人一人だろうが、はい、コミュニケーション大事にするっていうところが、はい、じゃあ大阪店の特徴。あ、そうですね、はい、君明さんのエネルギーになってますね、はい、なってます、もうだってお客さんと喋るの楽しいでしょ。そうですね、楽しいですし、いっぱいいろんなことが覚えられるんで、おー、逆に面白いですね、お客さんから、はい、おー、なるほどね。すごいピンクにする時もあれば、うん、違うときもあれば、ソムリエさんが相談する時もあれば、めちゃくちゃいろんなのがあるんで、はい、ソムリエさんから相談来るのか、難しいな。そうだ、私考えなきゃ全然大丈夫。あ、簡単に、はい、新しいものをご紹介する感じですね。そうですね、そしたらまさにね、その紹介これからしていきたいということで、新しくつくばの方にもお店が、はい、出させていただきまして、はい、そうです、研究学園の方にお店を出させていただきました。そうですか、はい、今日はね、そのまずはモール505の店、店のことだけしか聞けませんでしょう。あ、はい、ぜひまた、はい、また呼んでください、ね、はい、研究学園駅前の方のお店についてもですね、はい、ご紹介いただけたらと思います。あ、はい、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。はい、今日はモール505商店街の中にございます小野酒店から小野公明さんにお越しいただきまして、そのお店のコンセプト、そして商売は商売だけれどもそうじゃなくてお客様とのコミュニケーションをね、はい、取っていこうということで、楽しくお酒を飲みたいとお話を聞いちゃいました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。なっちゃいましたね。シワシワの日本酒飲んでみたい。いいですね。ね、私もそこからだったら飲めそうな。あ、いいですね。はい、またここでですね、はい、ゲストにまたお呼びしたいと思いますけど。はい、それではですね、2組目のゲストをお呼びしたいと思います。はい、土浦、商工観光課の、阿久津さん、そして、観光協会の青木さんです。どうぞ。それでは自己紹介をお願いいたします。はい、はい、私、スピラーキャット東京観光課というのがあるんですけど、私もお酒は大好きです。日本酒派、ビール派、いや、ビールとウイスキー、おー、まあ、毎日だいたい今頃多分今日はこの後からというか、ね、はい、お知らせしていただいた後に、はい、家帰ったらいいか、はい、今日は土浦
ごい近いけどね。ゴムマ。よろしくお願いします。そして、はい、皆さん本番は、私土浦市観光協会の青木と申します。今日は、私のイベント告知していいよということで、お声掛けをいただきました。もうね、後ろでウリ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 って流れます。ありがたく思っております。楽しい時間を、ね、楽しい時間を過ごす。そしてお祭りも楽しい時を過ごしていただきたいと思いまして、精一杯 PR させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、そしてそのキララ祭りの日にち、場所などなどをぜひご紹介ください。お願いします。はい、キララ祭り、毎年8月の第1土曜日、日曜日ですね。今年はですね、8月の5日土曜日、そして6日の日曜日、午後1時から夜9時半ぐらいまで何かしら賑やかにやっております。はい、これから細かく。はい、はい、そして会場でございますが、まあ、土浦駅をまず西口おりまして正面、目抜き通り駅前通りがございます。こちらが、1時から9時半まで、交通規制をかけましていわゆる歩行者天国という状態になります。こちら、まあ、メイン会場的な形でこの通りを使ってお祭りを行います。その他今日お呼びいただきましたこのスタジオのございますモール505、こちらの商店街さんも同じように会場でございます。さらに、私ども土浦市、霞ヶ浦に面しておりますので、霞ヶ浦の湖岸の方でも主にこれ2日目の日曜日なんですけども、こちらでもイベントをやるということで今一生懸命準備をしております。お忙しい中ね、準備でお忙しい中、今日は無理やり来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。そしてそのいろんな催し物が2日間に凝縮されて開催されるということなのですね、ぜひそこを詳しく、教えていただきたいと思います。まず8月5日の1日から、はい、はい、まず始まりましたら市内の小学校住民の力ここにありというような形でのパレードが、もちろん市長も歩きますので1000人ぐらい、1000人まだ行かないですけど、ほぼ1000人ぐらい、皆さんで歩いて防犯の PR をしていただきます。はい、そしてまたそのパレードの次は大体の工場終わりますので、はい、もうすぐ七夕踊り、七夕踊り、はい、踊りながら歩くということで、
1000名超えてました。そんなにいるんですか。多いチームは百数十名、うわ、少ないチームでも30名程度はいらっしゃいます。あ、そうですか、はい、流し踊りでだいたい5時、はい、5時半ぐらいスタートしてほとんど9時ぐらいまで、いや、どこかのチームが必ず踊っています。面白そう。もう飲めや歌えや踊れやの中にこうひららまつりがそうですね。複数十名同じ踊りを練習するってすごいですね。すごいですね。あ、それ見たい。私も初めて。そう、見る。ぜひビールを片手に楽しんでいただきたいと思います。ビールは小野坂店で買ってください。お祭りですからね。はい、はい、楽しく。はい。また8月5日はその、七夕踊りがメインで、はい、写真なんかはあるのかな、まあ、チラシとかでね、ご紹介できる。あ、今ましたこれは、これは2日目の出汁の方ですかね。2日目はですね、まずは先ほど申し上げましたメインの会場近くになります目抜き通りなんですけど、はい、こちらの方は1時に本部前から出陣式という形で市民出しの巡行を計画しております。こちらは市内の各町内会の皆さんが24台出し、獅子、それから、みこしと、確かみこしは2台ですかね、今年はね、合わせまして24台、乱引きというそうですけども、この24台がどこかで動いていると、時間は1時にスタートしまして、8時に大会本部前で、共演ということですから。ちょうど今後ろに写ってる写真がでも去年の共演の状況です。私見に行きました。20数台の出し出しみこしが集まって、賑やかに、
祭りをしていただくというのが、まあ、一番大きなメインのイベントになると思います。その他ですね、駅前にあります浦田広場という広場があるんですけど、そこ市役所の隣ですね、はい、こちらは、ダンスの祭典みたいな形になってまして、ダンスチームですとか和太鼓、それから高校のチアリーディング部も今予定してるんですけども、はい、こちらが大体2時から6時前後ぐらいまで、その後、地元の各郷土民謡踊りということで、そうですね、古くから残る郷土民謡、こちらを約1時間程度踊っていただくとなってますが、この中では一般の方々も飛び入り参加ができるコーナーがあると聞いておりますので、踊りは分かんないんですけども、ぜひ皆さんもご参加いただければ、はい、それから冒頭に申し上げました土浦港、霞ヶ浦ですね、こちらはもう昼間のイベントになるんですけども、はい、まあ、皆様方にはまず、日本第二の霞ヶ浦に船で出て遊んでいただこうということで、遊覧船の無料乗船券、あこちらは2社ございます。体重制限とかありますか？大丈夫です。大丈夫。1人は1人？1人は1人です。身長制限はないですか？大丈夫です。身長制限も危ないね。頭だけ使えないように。で、赤ちゃんも1人になっちゃう。大丈夫です。あ、大丈夫です。はい。あ、こちらが遊覧船の無料乗船会がだいたい1時から4時ぐらい、はい、その他に、モーターボート協会の方で、はい、モーターボートの方も無料乗船、こちらは先着の80名ということですので、乗ったことないから乗ってみたい。私も乗ったことないんですけど、あ、スタッフの側ですからね、はい、それからもう一つは、霞ヶ浦の伝統的な船ということなんですけども、はい、今はもう実は観光にしかないんですけども、飛び木船という船がございます。ワカサギ釣ってて、はい、いわゆる和船ですね。ちょっと大きめの和船に帆を立てて、これがなんと畳90畳あります。ものすごい大きい帆です。ちょっと想像つかない。帆の上と下からロープを出しまして、そのロープで網を引っ張る。ですから名前が帆引き船と言います。かつては霞ヶ浦の水産資源でありますワカサギですとかシラウオですとか、もちろん今も取れてますけども、そういうものを取っていた伝統漁法なんですけども、こちらが観光船として、私ども土浦市の方の船が2艘、それからキララ祭りはお祭りですので、お隣の霞ヶ浦市さんの方にも協力をいただきまして、2艘、2たす2はいくつですか？4。はい、正解です、筒井さん。真面目に答えちゃった。4艘建ての船で、はい、計画しております。これは90畳の船ですので、ちょっとお天気に左右されるんですけども、あまり強風ですとかちょっと雨が増えるときは見えないんですけども、これは一度楽しんでいただけると、まあ、壮観というんですかね、水の上に90畳の真っ白い帆の船が4艘出ますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。こちらの方は夏の間の風物詩でございますので、キララ祭りだけではないんですけども、7月の21日から10月の16でしたか、17でしたかね、10月の中旬まで、土日祝日に運行しております。ただし普段は2艘ですので、キララ祭りは4艘ですので、倍のスケールで感動があると思います。90畳が、4つです。はい、金津郎さんの大宴会場が100畳ですから、あれぐらい大きいんだ。船はですね、実は和船でちっちゃいんですよ。船自体が90畳。ふわーっと膨らむ感じ。船はですね、漁師さんしか乗れないんです。ですからね、6名か7名ぐらいしか乗っても、通常5人ぐらいで操業しているんです。我々、見学の方は先ほどご紹介しました
無料の遊覧船、普段は有料なんですけど今回お祭りなんで無料です。こちらに乗っていただけると非常に近くで、そう、こんな姿が見られると思います。ぜひお越しいただきたいと思います。マークにしてもいいぐらいの飛び船ですからね。私も本物は見たことないんですよ、ビデオとか写真も。そう、そうです、そうです、はいはい、あれがまさにコミック戦ね。また続きもいいですか。どうぞ。それからですね、こちらのスタジオがございます、モールの商店会さんなんですけども、こちらは土曜、日曜、まあ、同じようなイベントになりますが、モールフレンドパークとしまして、七夕神社ですとか安存の創始で、この安存ですけども、市内外の幼稚園保育所、確か40数校って言いましたね、のお子様方が絵を描いていただいたものを安存にしてお飾りするというようなことになります。これが土日。その他には、土曜日にはカラオケ会、日曜日にはライブフェスティバルということで、モールさんの方も協力にパワーアップして準備をしていただいておりました。その他、ちょうど目抜き通りの真ん中ぐらいになるんですけども、大黒中央駐車場という駐車場の方で、こちらは商工会議所青年部さんがメインに動いているんですけども、YEG 憩いの広場と題しました、主に子ども向けのアトラクションということで、こちらも2日間共通で、頑張りたいということで準備を進めております。はい、楽しみです。もう一つ、もう一つあるんですか。もう一つまだあるんですか。一番西の外れの方になるんですけども、はい、中条通りという、これ古くは江戸時代は陸前浜街道といって、まあ、当時は土浦の中心だった通りなんですけども、こちらで、浅草の方からですねお呼びした人力車を2日間これ読みます。乗りたい。ちょっと小学なんですけども、有料にはなりますけど、200円で乗れちゃうので、試乗がされるということで、これも2日間こちら3時から夜8時ぐらい、非常に風情のある景色になると思います。すいません、確認したいんですけど、それも体重制限ありますか。羊さんは2人乗りなんですけど、1人で乗っていただければじゃあ大丈夫です、はい、身長制限はありますか。うちのキャスター2人ちょっと大きいんですか。私聞きますよ。分かった、じゃあ私乗るから OK です。菊池さん聞いてお願いします。まあ、2日間ですね、筑田市内の中心市街地がメインになるんですけども、今回も市内のですね、様々な町内会ですとか企業の皆さん、それから先ほど言いましたように幼稚園とか小学校の皆さん、まあ、いわゆる市民参加という形になるのかもしれないんですけども、非常に多くの大勢の人にご参加をいただきまして、2日間にぎやかに過ごしていただきたいということで、あと心配なのは我々の準備と天気だけです。もうじゃあキララちゃんにもてるてる坊主になってもらったらいいんじゃないですか。そうですね、なんとかお天気だけはいい天気で、ちょっと暑いですけどもね、天気いい天気で2日間楽しみたいと思いますね。暑いくらいの方がね、いいですよね。暑い方がでも右手のビールが美味しくなると思いますんで。あ、仕方ないです。お子さんはかき氷、大人の方はビールということで、2日間楽しく過ごしていただきたいと思います。ビール糖ですか、お子さん。私、ゲコです。あ、靴さんは大丈夫。私も浴びるほどです。浴びるほどですか。はい、あ、すごいです。2人でゲコがここに2人。私はお茶が好きです。はい、私は水が好きです。じゃあ水片手にね、はい、片手にゴーマル、こちらサテライトスタジオがあるゴーマルでも開催されるんです。そうですね、はい、詳しく今日はもうですね、足の手に近づくのがまたそうですね。ぜひ菊池さんは初めてご覧になるんです。いや、混んでるから避けて帰ろうみたいな感じですよね。学校が土浦市内の、ね、もう私はがっつり
右手にビール。で、夜もステージでね。ステージでね。はい。ぜひお願いします。はい、そうなんです。こういうでっかい蝶ネクタイしてる。蝶ネクタイですか？ステージで。いや、夏祭りは浴衣でぜひ。はい。あ、いいですね。浴衣は。サイズが合わない。ごめん、素で笑ってしまったの。ごめんなさい。自分で言うと思わなかった。はい。はい。でも、1ターンじゃなくて2ターン使えばなんとかいい。うまい。特殊ってやつですね。特殊ってやつ。はい。でも、高安デキが来てるんだもん。大丈夫。はい、ということで楽しみにした8月5日6日のキララ祭りについて商工観光課の阿久津さんとそして土浦市観光協会の青木さんにご紹介いただきました。お忙しい中今日は来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうやっぱり夏祭り楽しみですね。だってやっぱりお祭りになるとやっぱり気分も上がりますからね。もう今年は初めて菊池さんの浴衣姿が見られるというか、はい、楽しみにしていたいと思います。私たちもですね、はい、モール505さんの、はい、会場の方で、ステージイベントなどもお手伝いさせていただきますので、はい、ぜひ皆さん楽しみにいらしてください。また来週とかもね、はい、ご案内させていただきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル茨城ご覧ください。はい。はい、続きまして、お知らせのコーナーです。はい。まずこちらの。つくば市制30周年記念、つくばスポーツデー第2部、バレーボールプレミアムエキシビジョンマッチ、2016-17V プレミアリーグ覇者 NEC レッドロケッツ対地元茨城日立リバーレ夢の3セットマッチが実現。2017年7月23日つくばカピオにて入場無料。14時30分試合開始。日曜日に迫ってきました。迫ってきました。楽しみですね。はい、プレミアム市場マッチ。はい。7月23日日曜日、つくばカピオで、午後2時半から、日立、リバーレ、そして NEC レッドロケッツ、プレミアリーグ女子のね、優勝チームと、優勝チームの NEC と3位の、はい、はい、日立リバーレですからね。はい、そして協賛の企業様のお名前がですね、今日は下にずっと並んでおりますけれども、はい、皆さんに協賛をいただきましてありがとうございます。そしてですね、はい、今回その14時30分試合開始ということなんですが、はい、私も当日お手伝いに伺うんですけれども、会場時間が9時となっております。はい、ただし2階席のみ9時ということです。はい、1階席に関しましては12時に開場ということになりますので、そちらお間違いのないように、無料ということなので、チケットがないわけなんですね。ですから皆さん、ぜひその9時会場が2階席、12時会場が1階席ということをちゃんと慌てずに、お席が取れますように、早めにご準備いただきたいと思います。どうぞお気をつけて、そして楽しみにして当日はいらしてください。はい、そしてですね、このプレミアムエキシビジョンマッチに向けた、はい、選手それぞれ、NEC と日立の選手それぞれに辻さんがそうなんインタビューをしてきたんですよね。先週ね、はい、先週ひたちなか市で行われた、女子のサマーリーグ、はい、そちらで、そうなんです、私が今回 NEC レッドロケッツのキャプテン柳田選手、はい、キャプテン、そしてひたちリバーレはキャプテンの遠井選手、はい、そして副キャプテンの、栗原選手にインタビュー。元全日本選手ですからね。はい、もうね、顔ちっちゃくって可愛いかったんです。そうですか。女子の私でもですね、キュッキュンしちゃう。身長はもう羊さんよりももうはるかに。はるかに上ですもんね。187センチの女子ですよ。大きいです。私とほとんど変わらない。変わらないですよね。ぜひそちらの方、VTR ご覧いただきたいと思います。はい、
くお願いいたします。つくば市で30周年おめでとうございます。つくばにいらしたことはありますか？はい、プライベートなんですけど1回かあります。そうですか。相手チームが NEC レッドロケッツ、どんな感じのチームだなと思われますか？ NEC さんはすごく勢いのあるチームだと思って、その勢いに負けないように私たちもしっかり頑張っていきたいと思います。そのレッドロケッツの試合に臨むときに、どんなふうなことを考えて NEC に臨もうと思ってらっしゃいますか？やっぱり私たちのカラーでもある粘りとつなぎの部分で、そこから勢いのあるゲーム展開ができればいいと思います。次の2017-18の抱負というのはもうすでにお持ちですか？チームとしてのメンバーも結構ガラッと変わったので、人生リバルを見ていただけるように新たな気持ちで頑張りたいと思います。私たちの試合を見ていただいて、応援してくれる皆さんに元気とパワーを与えられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。リバーレ応援よろしくお願いします。全員で頑張ります。 NEC レッドロケッツの柳田選手に来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。筑波市政30周年おめでとうございます。筑波市にいらっしゃるのは初めてですか？初めてなんですけど、筑波大学、バレーボールが強い大学が筑波にあるということで、そこは知っているんですけれども、来るのは初めてなので、すごく楽しみにしています。日立リバーレとの対戦について、どんな風に思っていらっしゃいますか？昨年のリーグでも、やっぱり大事なその時に毎回日立さんとやらせていただいて、負けたり勝ったり、いつも厳しい試合をさせていただいているんですけど、日立さんはすごく完成度の高い速いバレーというイメージが私は持っていて、今年の NEC も今すごく速いバレーに新しい挑戦をしているので、そこは負けずに頑張りたいと思います。日立リバーレさんのホームである筑波で、たくさんのそのバレーファンやスポーツが大好きな方々がいる中で、そういうビジョンマッチをさせていただくことがすごく光栄でありますし、そして一人でも多く NEC のファンを、作れるように私たちも考えたいと思います。 NEC レッドロケッツ頑張ります。応援よろしくお願いします。栗原めぐみ選手に来ていただきました。こんにちは。こんにちは。筑波市で30周年おめでとうございます。筑波市のイメージっていうのは何かおありですか？うちにも2人筑波大学からの卒業生が入っていますので、そういった意味であってゆかりはあると思います。 NEC さんのチームへの、印象だったりとか、どんなイメージがあるんですか？そうですね、非常に粘り強いチームなので、そういった意味で粘りなくをしないというのがすごく大事だと思いますし、今シーズン入って初めて新しいチーム同士の最初の試合、どんな試合をしていきたいなと思っていらっしゃいますか？そうですね、お互いに小手探りの状態はあるとは思うんですけど、今できるベストをつけて、少しでも筑波の皆さんの試合を表現していただけるように頑張りたいと思います。愛する皆さんにメッセージをお願いいたします。初めて試合が開催されるということで、目の前で見て肌で感じることによって、また違う気持ちも盛り込むという感じがあると思うので、ぜひ会場で応援していただけたら嬉しいなと思います。日立リバーレ頑張ります。応援よろしくお願いします。そういう目で見ちゃってる。あの口小さい人みたいなね、はい、いやでも本当にこう試合のね、忙しい合間に、ね、はい、していただいたんですよ。嬉しいですね。はい、またすごく楽しみにしてくださってて。そうですね、はい、はい、インタビュー見てると聞いてると、なんか
筑波のファンにも、ね、そう応援してほしい、はい、おっしゃってましたよね、はい、そして今 NEC の柳田選手もやはり日立リバーレは大事な時にいつも勝ったり負けたり、うわ嫌な相手だなってやっぱり思ってますよね、うん、でもそれぐらい、はい、本当にレベルの高い接戦の試合、はい、ゲームが出るっていうことなので、うんうん、これはなかなかもうこれを見逃したら、はい、ないんじゃないか、もったいないと思います、はい、なかなかその次のシーズン、来シーズンまで待たないと、ね、はい、なかなか見られないと思いますので、ぜひ7月23日日曜日、つくばカピオにて14時30分より試合開始、3セットマッチということですので、はい、どうぞお見逃しなく。さあ次にご紹介いたしますのは、こちら私、コミュニケーションコーチングのインストラクターをさせていただいております、ひつじみさんがですね、今週末、7月14日もあさってなんですけれども、こちらのサテライトスタジオ505にて、ISD 女性心理学のコミュニケーションの勉強会をさせていただきます。こちらは皆さんの講習会の金額が3000円ということで、させていただきますので、ぜひご覧ください。まずはですね、話をしたときに、なんでこの人には話が通じないんだろうっていう、あると思いますよね。あると思いますが、そして SNS の活用方法など
しいワークショップ付きの講演会になっています。7月25日火曜日、加宝の湯の2階会議室にて、参加料は1000円になっております。ぜひ事前にお申し込みをお願いいたします。はい、先ほどの、ね、ゲストということで、奥さんたくさんにもご紹介しました、はい、我々もこの日はモール商店会でね、はい、イベントということで、マイステージを取り上げようということで、はい、お送りしております、はい、初日が市民カラオケ大会、カラオケ大会、はい、そして2日目が、ラグライズ、はい、はい、あ、そうですよね、はい、あのこういう大きい蝶ネクタイのね、蝶ネクタイ嘘ですよ嘘です。いやどういう格好になるのか、本当に迷い始めた浴衣はい、はい、あの羊もそのステージの司会で盛り上げさせていただきますので、ですね、ぜひ応援カラオケ審査があって、はい、そうなんですよね、最優秀賞、関東賞などなど、はい、豪華賞品が出るということでですね、はい、あと若干まだ数名空きがあります。今日の時点でですね、数名あの空きがございますので、先着順ということでさせていただきますので、今日明日ぐらいになるんですね。ロックでもいいし、演歌でもいいし、ジャンルもある。ジャンルによりませんので、はい、あの同様でも結構でございます。はい、豪華賞品ゲットしていただきたいと思います。はい、あと2日目がですね、ライブフェスということで、はい、高塚の2000人規模のお客さんを入れる。楽しみです。はい、ぜひですね、またイベント8月4、こちらが8月5、6のキララ祭り、モール505のステージもぜひ、お立ち寄りいただきたいと思いますので、はい、ビール片手にですね。いいですね。はい、でかき氷片手にですね。お腹壊しそうです。私はビールと唐揚げで。あ、唐揚げですね。あ、鉄板ですね。楽しみにしてます。はい、楽しみにしたいと思います。ぜひいらしてください。はいはい、そして番組では、YouTube チャンネルをはい、はい、こちらが、ゆーちゃんのチャンネル、はい、はい、ですよ、はい、チャンネル登録ボタンをポチッとだけで、はい、はい、チャンネル登録しますか。そうなんです、チャンネル登録していただくと、私たちの生の配信がね、はい、始まるときにメールでお知らせが来ますので、見逃さずに見られる、はい、羊美香でした。それではまた来週。